JavaScript プライマーへの道、第25章、デート、読量、お疲れ様でした。感想です。JavaScript で日付や時刻を扱う場合は、とりあえず Moment.js を使いましょう。続いて、第26章、Mas、読量、お疲れ様でした。感想です。Mas はその名の通り数学的なプロパティやメソッドが使える性的オブジェクトですが、フロントエンド開発をしている限りであまり利用することはないです。 ゲームを作りたい人はマスランダムを多用することでしょう。以前、Vue.js 入門講座の中で簡単なじゃんけんゲームを作りましたが、敵の手をランダムに出すためにマスランダムメソッドを使いました。続きまして、第28章、エクマスクリプト、読了お疲れ様でした。感想です。エクマスクリプトについてはあまり負荷をいしないでおこうと思います。次回は、第27章、エクマスクリプトモジュールです。 フロントエンド、バックエンドを問わず対応するはずですし、対応するべきです。NPM でインストールしたライブラリを使う以外にも、自分自身で書いたコードをモジュール化できると良いでしょうし、モジュール化できるようにしておくべきです。特に複数人のチームで中規模から大規模のシステムを開発する場合に活躍するでしょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。